今回は、ダンジョン飯第10話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。10話始まターン。第10話リアタイ。もう10話か。早いね。ダイガエルの回楽しみにしてた。始まったけど。やっぱ水上歩行いいな。マルシル髪型変えた？ヘアチェンジはすればするほどいいね。ここ降りるの子は。全部テンタクルスかよ。行きたくねえ。色がけばい。守りにはなるか。降りられるのかよ。なんか襲われそう。汚れているのは土なんです。杖掴んだ。ぐいぐい。壁にもいる。キャー。んな隙間に生える雑草みたいな。チルチャックさんブチギレ。罠とつるんで悪さする。恨んでる魔物多いなチルチャック。イソギンチャクみたいなもんだ。え、じゃないが。労力の割に進んでない。果てしない。先は長いね。ケンスケアンテナ発動。ケンスケー、取られた。そういえば名前つけてたわ。ケンスケー。ぽいー。ケン落とされた。爆散した。首が。マルシルの杖も。めっちゃ武器取られる。どんだけいるんだよ。杖にも名前あんのか。あいつアンブロシアだったんだ。すっぽいな、しっかり武器狙ってくる。あまりにも丸腰。武器捨てられるのだりー。こいつら知恵が回るぞ。マルシル、杖がなくても魔法出せるんだ。魔法も近すぎると問題なのか。そこに気づいたか。ピンときてない。何か知っていそうな雰囲気だったのに。肝心なことは知らない。くそ。子供の好奇心言われててくさ。好奇心扱いされるし。ベリベリ。うええ。手袋にするのか。カエルの皮のグローブだ。いけるやん。ターゲットを変えた。チルが食われたー。丸のみだー。これこのスバで見た。チルチャックがアクア様みたいに。がっつりいかれた。なんかこのスバで見た感じ。ヘッドショット。チルチャックにも刺さってない。あっぶねえ。カエルには歯がなくてよかったな。アニメで見るとカエルがめちゃくちゃリアル。カエルの皮強いな。チルさん本当に偉い。大カエルの色、毒々しいな。色つくと結構あれだな、カエルの皮剥ぎ。無駄にリアルなのやめてくれ。なんか違うことやってるやつおるぞ。こっちは料理してる。流れるように飯。自然な流れですね。空気満々だぜ。目離すとすぐ料理し始めるな、わら。調理と裁縫が同時進行している、家庭科か。皮、かぶるのか。ねえガチでグロいんよ、わら。ニョッキだー。テンタクルス食べんのかよ。カエルの肉、結構うまいよね。服までできたぞ。頭おかしなるで。突っ込みきれないマルシル。一人ずつ持ってこい。ぶち切れマルシル、切れ具合も2倍。ええ声で言うな。ひそ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 。かわいいかわいい。かわいいとかそういう問題では。いやかわいいわけないだろ。ちょろー。クソワロタ。じわじわくる。カエルスーツとかマリオさんですか。タヌキスーツもできそうだな。かわいいかわいい。顔が不本意すぎる。うんまあ、かわいいね。まあまあかわいくなった。さ、夏コミで出てくるぞこのカエルスーツ。テンポよく器用なことしておもろいな。マジでそれっぽい感じになってる。テンタクルスも怖くない。綺麗だしうまい。パスタ食いながらテンタクルス見物とな。簡単作画である記事キースな。金色ののだった。ナウシカみたいにするな。面白パーティーすぎるぞ。やっぱカエルスーツ可愛いんだよな。チルチャック、ソーセージの着ぐるみか。チルチャック、ボールウィンナーの先っちょみたいやな。廃墟だな。あの上に水場があるのが信じられんな。ドラゴンが近いのか。ついにレッドドラゴンが。なんか脱ぐのエッチですね。装備は呪われていた。呪いの装備だったんか。うわぁ、装備外れない。カエルスーツのまま。いいじゃん楽しそうで。おい。無理をするとマルシルさんが全裸に。皮を舐めすのってそういう意味があったのか。戦士もはや潜水服みたいで草。ダンスさんチームはお帰りか。こうやって戻るのかよ。そんなところに繋がってたか。うっぷ。魔力良いかな。天意で酔ってるのか。ダンスさん、結構好的な人。ダンスさんの鼻ってチョコアンパンみたいで美味しそうだよね。やっぱ多くは絶滅させよう。真面目な話をしている地上。ダンスさんほんと渋い声だぜ。島主さんはドワーフが嫌いです。種族争いの影響は今も残るか。エルフとドワーフ敵対関係なんだ。何そのうまそうな食い方。うおうめちゃくちゃ美味しそう。
パンオンザ生ハム。狂乱の魔術師はエルフ。実はだいぶ核心に迫ってるのだよね。地上で話が進行してくのか。怪しくね。エルフは傲慢だからな、エルフの森焼き打ちにするしかねえ。ああ、もしかして OP の船に乗ってるエルフってこいつら？政治の話始まってる。迷宮の管理やら領土権やら。ダンジョン街もきな臭いなぁ。下はバタバタ、上はゴタゴタ。これ戦争に向かってないか？泥臭い思惑が渦巻いてるなぁ。エルフの存在が大きい世界なんだな。おっさん、ダンジョンの主を追っていたわけか。エルフとしては遺産だから返せなどとふざけた王の手紙が来たか。世界観と種族の関係性が少しずつ明らかになってて楽しい。話広がってきて面白くなるのよ。老けたカミーユとジェリドが会話してるみたいだ。目いかれてて草。サイコ集団みたいになってるけど。イメージの中の顔がやばい。ダンスさんにはこう見えてるという。ガンギマリチーム。ダンス視点だとマルシルも魔物食大好きになってるの面白い。マルシルはこんなじゃなかっただろ。今までご飯ばかりだったから政治の話新鮮だ。ライオスたちトンチキパーティとは比較にならないほどシリアス。ダンス思ったより強いブレインだ。ノームおじいちゃんは研究したいんだよね。真面目な話してても、あのカエルパーティーがちらついて笑っちまう。ジルチャックのカエルスーツ姿がソーセージの擬人化にしか見えなくてずっと笑ってる。戦士から胸毛だかヒゲだかが溢れ出してる。キキかわいいよキキ。キキの刈り上げいいよね。キキの声のトーンイメージ通り。おちんぎん。この人の声初めて聞いたかもしれん。キキカカやっと喋るのかい。カント寺院ではなく。この人たちは何なんだろ。ノームじゃないのに偉い目をかけられてるよな。ファリンか？ファリン探してくれるのか。鉛もファリンのこと心配してるんだよな。フェリンは40代じゃないよ。トールマンの年齢わからんか。ドラゴンに食われてるしな。まだ腹の中だろ。棚に置いてあるのって。蘇生町の死体を保管してる感じ？とうとう来たよ、近後かい。カエル取れたのか。カエルスーツ脱げたじゃん。気持ち悪いところだ。ゴーストタウン。地下都市行ってみたい。またパンって言ってる。パン好きだな。小麦粉を見るとパンを作りたくなる戦士。プシュー。炭化した死体。こんがり。レッドドラゴンが最近来たのか。うるうる。泣いちゃった。マルシル、不安だよね。マルシルさんの表情ちょっと良いですね。涙目のマルシルさん、感じるものがある。頭数に入れないでもろて。ジルチャックは戦闘要員じゃないから。今の戦士の目の動きいいな。ジルチャック、居心地悪そう。仕方ないとはいえ。前衛がほぼおらんのが辛すぎる。まあ正攻法だね。トメイなのにかっこいい。言うかれるくらいの強さあったんだな。チームバランスが素晴らしかったんだな。昔倒したのはグリーンドラゴンだったのか。人手が足りない。明らかにメンバー足りてないじゃん。侍呼んでこないと。激凛。激凛に触れるの、激凛か。激凛、なかなか出ないよね。ユーモカモイで頭打つんだな。かなりでかい。で、現場。カメラワークで移動、好きな演出だわ。この画面移動好きだ。ぐるって背景が回った先にパーティーがすでに移動してるやつ。そんなモンハンみたいな。モンハンみたいなやり方するか？こんなんもう立体起動装置ないと無理だろ。いやー、ケンスケは無理でしょ。鍋で防げるんじゃね。また鍋でどうにかできない？鍋でぶん殴るとか。そんなうまいこと止まるか？ちょっと厳しくない？ライオス頭は回るんだよな。頭脳戦来てる。この作戦をどうにか立てる感じ、TRPG っぽくていい。なんだよ、マルシルさんにハグしてほしいだろ。マルシルに抱きつかれてー。チルさんのいい、いい、草。発情期ドラゴン。なんとかかんとか。爪と牙だよ。いや、そうで草。めっちゃ嫌がってる。なんだか今日いけそうな気がするー。点担ぎもバッチリ。根拠がねえ。手書きでマッピングしてるのいいよね。アレッセン氏どこ行った？レッドドラゴン討伐に本腰入れてるー。ライオスの腕の下に収まるチルカは。パン作ったんだ。マジで作ってて草。またパン。どんだけ作りたかったんだよ。それはそう。腹が減っては戦はできぬ。前回は空腹でやられたもんね。ちゃんと食わなきゃな。これは来週レッドドラゴン戦かな。多くの食料パクりまくってるな。巣になってない？戦闘前にワイン飲んだら確実に負ける。ぴったりハマってて草。杖ってそんな使い方もできるのか。
なんかキリストぽい。クッキングタイム。パン粉だ。カツか？トンカツ。チキンカツ。ジュワー。ああ。カツでカツ？完成ジャブ王。カツレツだ。カツ、カツ。願掛けだ。泣くほど。あれだけやだーって言ってたのに丸汁。お前なんだかんだ魔物食食いまくってるじゃん。もう好きになってるじゃん。レッドドラゴンも買ったら食うのか？レッドドラゴン食うつもりなのが。また急にリーダーっぽいこと言う。最終回の空気。ライオス、お前死ぬのか？いい話してるのにほっぺパンパンで可愛い。口いっぱいだよね。咀嚼中に。間が悪いのなんかめっちゃいいな。最高にタイミングが悪いライオス大好き。お、来た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 。もう来たのか。言及されなかったケンスケが怒ったのかと思った。レッドドラゴンさん。出たー。ドラゴンでけー。登場の仕方がめっちゃゴジラ。バフ。おーこういうシンプルなバフエフェクト好き。いよいよボス戦。劇が超ラスト。珍しく凛々しい場面で終わった。なんか突然かっこよくなったぞ。俺たたエンドワロタ。やべえ次超楽しみだ。ワクワクが止まらないぜ。また30分あっという間だよ。濃密だな。ダンジョン飯、面白アニメ、もう終わりが近いのか。冒険してるなー。いやー、良いところで終わったね。ライオスはちょっとコミュニケーション面でずれてるけどリーダーの資質はちゃんとあるってことが伝わってくるいい回だった。目的達成を諦めない、不安な仲間を励ます、メンバーへの感謝を惜しまない。やっぱりライオスは熟練のパーティーリーダーだよなーと思う。目標を前に仲間のマインドセットするやり方が巧み。ライオスがいつもより頼もしく見える。ライオスがまともだと逆に不安になるのはなぜだろう。ついにドラゴンまでたどり着いたな。カツを食べて勝つ気は十分だが作戦通りうまくいくのか。あと勝てたとしてもファリンさんがどの程度消化されてるか。戦死、戦勝祈願のカツレツだったんだな。わかりづらいけどいつも食を通して気遣ってくれてたんだよな。レッドドラゴンって、一匹だけなのかな？もし2匹いるとしたら、活動してる個体とエリンが食われたレッドドラゴンって別個体の可能性あるよな。レッドドラゴンはどんな味がするんだろう。テンタクルスの群生を見ながらお昼ご飯、ちょっとやってみたい気もする、けどちゃんと舐めしてないカエルの皮は嫌です。そういえばチルチャックの服が途中から黒くなってたけどあれはカエルにベチャーされたから着替えたってことなのかね。カエル着ぐるみの4人可愛かった。あ、パーティーって宴会だけじゃなくて仲間って方のパーティーでもあるのか。ようやく気づいた、EED の入りだ。エンディング見るたびに思うけど、エンディングのイラストのポストカード欲しい。ごちそうさまでしたー。ダンジョン飯にあるまじきすごく正統派な式だった。チルチャックのズタ袋カエルスーツ好きすぎる。ライオスとか言ったか、ややシリアスな空気とは裏腹に、ダンス先生の地味にひどい回想画で笑ってしまった。どんなイメージなんだ。ダンス先生の話で随分と世界観が固まってきたね。面白さのギアが上がってきた。レッツエンユーにカツレツ、このセンス、嫌いじゃない。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。